見つけたわ。ミステリー小説を書くために盗聴を始めた14歳の中学生3人。彼らは2年前に自殺した先輩の秘密を探るうち、暗躍するスパイに追われることとなったからさあ大変。一方、10年後の未来では未曾有の世界的経済危機が始まろうとしていた。その危機の元凶はかつて3人が書いていたミステリー小説の主人公だという。キング&ヘビーが岡本邦彦の傑作戯曲に挑む痛快作 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。